スマトラ島沖地震の津波で破壊されたスマトラ島西部の町2014年8月20日の広島県豪雨災害自然災害とは危機的な自然現象によって人命や人間の社会的活動に被害が生じる現象を言う。日本の法令上では自然災害は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、 噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害と定義されている。単なる自然現象が人的被害を伴う自然災害に発展したり災害が拡大したりするには現地の社会条件が大きな影響を及ぼす。ハリケーンカトリーナの衛星写真。自然災害がなぜ起こるかについては次の公式に帰結している。社会の持つ 脆弱性は防災計画がなかったり、適切な危機管理がなされなかったりすることでさらに大きくなり、人的被害、経済的被害、環境に対する被害を大きくする。最終的な被害の大きさは、被害者を支援し災害拡大を抑えるための人員の数や災害からの回復力の大きさに依存する。ディザスターとハザードは意味が異なる。 ユネスコの地球科学プログラムでは、ナチュラルハザードとナチュラルディザスターを次のように定義している。もし天変地異などの自然現象が起こったとしても、その場所に脆弱性がなければ、自然災害が起こることはない。その環境に人間活動も社会もなければ、自然現象は単なる現象であり、誰も被害を受ける可能性はないため、危機にも災害にもならない。 このため、自然災害の自然という部分に対する意義も一部にある。自然災害は人為的な原因による災害に対して天災とも呼ばれる。しかし実際に天災と呼ばれているものは社会の脆弱性など人為的な原因により人的被害が拡大されている側面が大きいため天災という呼び方は適切なものではない。地震は 自然現象だが、脆い建物が崩れたり、救援の手が届かなかったりすることによって、地震災害は拡大する。自然現象である大雨は、森林の乱伐などによって、土砂災害の危険性を拡大させたり、低地への居住などによって、浸水による被害を拡大させたりする。大雨とは逆の自然現象である干ばつは、社会の不平等や政府の失策により、都市や軍隊には、 食物が確保される一方で農村の貧しい人々に食物が行き届かなくなることで基金という災害へと拡大する。干ばつのため食料不足にさらされる人たちに食物や雇用を供給する政策が民主主義のインセンティブによって実行に移されきちんと機能する場合、基金という災害は発生しないが貧しい人々の声を聞く。 必要のない権威主義的体制や無政府状態では、干ばつは容易に基金へと拡大する。ナチュラルハザードは人間社会や環境に対して否定的な影響を持つ現象が起こる脅威を指す。ナチュラルハザードの多くは連続的に起こる。例えば、地震は津波を起こし、干ばつは飢餓や疾病を起こす。1995年1月17日に起こった。 兵庫県南部地震はナチュラルハザードであるが、その結果引き起こされ、数年にわたり、大規模な人的被害や経済的被害などが続いた、阪神・淡路大震災はナチュラルディザスターである。また、ナチュラルハザードという言葉は、将来起きる可能性のある脅威を指す場合に使われるが、ナチュラルディザスターは、過去に起こった、あるいは、現時点で起こっている。 社会的出来事に関連づけて使われる。火山ハワイで家を襲う溶岩流。火山の噴火は、それに付随して様々な自然災害を引き起こす。噴火そのものによる空振りのほか火山灰、火山弾、軽石、スコリアなどの火山砕設物は周辺に降り積もって、農作物や建物に被害を与え、大気を汚染する。また大気中の火山灰は、 飛行機の運航を困難にするなど、交通や経済に重大な損害をもたらす。2010年にアイスランドのエイアフィアトラヨークトルで起こった噴火の場合、ヨーロッパ大陸の広い範囲において飛行が禁止され、数十万人の足に影響が出た。非常に大規模な、いわゆる破局噴火の場合、火山灰が大気圏に広がって太陽光を遮り、 日傘効果による火山の冬と呼ばれる低温期を数年にわたってもたらすこともある。例としては今から7万年前から7万5000年前に起きたと考えられているインドネシアとは火山の噴火は気温を平均5度も下げ人類を一時絶滅寸前にまで追い込んだとする理論も存在する。溶岩流は流速が遅く人が直接飲み込まれることはそれほど多くないが 周囲の土地を飲み込んだ場合そのまま固化して岩石となるため農地や住宅地が飲み込まれた場合使用不能となる。火山ガスは高温の上に酸化炭素、二酸化用、硫化水素などの有毒な気体が多く含まれ、また酸素が少ないため有毒成分の吸入や酸欠によって人間が死亡することも珍しくない。火砕流は高温の上非常に速度が速く、 発生した場合多数の人々が死亡することが多い。積もった灰が雨などと一緒に一気に流れる火山泥流も同様に直接的な被害が大きく火砕流と並んで非常に危険である。こうした直接の噴出物のほか噴火によって山体崩壊が起こった場合多数の人命が失われることが多い。さらに山体崩壊が 海の近くで起こった場合には大量の土砂がそのまま津波を起こし、対岸にも巨大な被害を与える。この山体崩壊による津波としては、1792年の雲仙岳の噴火によって微山が山体崩壊を起こし、対岸の日号を大津波が襲った島原大変日号迷惑などが知られている。地震地震による災害は震災と呼ばれる。 まず地震そのものの揺れによって巨大な被害をもたらすほか地形そのものが流気や沈降したり地割れを起こしたりあるいは地盤沈下や液状化現象などを起こして建造物などを破損する。地震発生時にはこの衝撃に伴う火災もしばしば発生する。しかし何よりも地震に付随する災害として最も大きなものは津波である。 地震に伴う津波は大被害をもたらすことが多く、2011年に起きた東日本大震災においては死亡者の約9割以上が津波による死者であったとされる。津波は建造物や人命の直接被害のほか、津波の去った土地に塩害をもたらす。土砂災害土砂災害の多くは、地震や大雨などによって引き起こされ、地滑りや崖崩れなどの斜面崩壊。 土石流などが含まれる。斜面崩壊は、崩壊部分の深さによって、深層崩壊と表層崩壊にさらに分けられる。大規模な土砂災害の場合、山そのものが山体崩壊を起こすことや、大量の土砂によって稼働が閉塞し、天然ダムを形成することもある。その他その他の地質災害としては、地下水低下によって地盤が沈降し、 浸水などを引き起こす地盤沈下や、石灰岩質の地層中で浸食が進行し、突然地表が陥没する、シンクホール、土壌や地盤などの浸食、深い湖の底から二酸化炭素が大量に、噴出することで広範囲にわたる窒息を引き起こす、湖水爆発などがある。風水害竜巻で破壊された家と樹木、2010年アメリカミシッシピ州。 風や降雨による災害は同時に発生することも多く、風水害と総称される。水害の原因として大きなものには、熱帯低気圧がある。熱帯低気圧は、その発生する地域によって、台風、ハリケーンサイクロンと名称が異なるが、強風と豪雨によって、居住地域に被害をもたらすことは、共通している。台風だけではなく、単に大量の降雨だけでも災害は発生する。 非常に多量の雨が一部地域に集中して降る場合は、集中豪雨と呼ばれる。集中豪雨の中でも予測不可能な場所で突発的に積乱雲が発生し豪雨となるものをゲリラ豪雨と呼ぶこともあるが、正式な気象用語ではない。豪雨などによって陸地が水没することを洪水と呼び、河川から増水した水が堤防を乗り越え氾濫する、外水氾濫と、 堤防内部の水が河川に排水できずに内部で溢れる内水氾濫の2種類が存在する。こうした内水氾濫はコンクリートなどで地面が固められ、降雨を下水道などで処理せざるを得ない都市において発生することも多く、これを都市型水害という。通常、洪水は増水、減水ともにある程度の時間がかかるが、地面が雨水を吸収するより、 はるかに早く大量の降雨があった場合や山崩れで発生した自然ダムが崩壊した場合などに突然大量の水が押し寄せて全てを押し流す場合がある。これを鉄砲水と呼び氾濫の範囲は狭く水の引くのも早いが前触れなく押し寄せることが多いため大きな被害をもたらす。鉄砲水の被害が特に多いのは一度に大量の降雨のあることが多い砂漠地帯である。 風害の原因としては、蒸気の低気圧や台風などの強風のほか、ダウンバーストや竜巻などの突風によるものも多い。中でも竜巻は、持続時間こそせいぜい1時間程度と短く、被害範囲も狭いが、時速は 50km 程度と早い上風速は、時速 400km にも達するため、進路上にある地域に、甚大な被害を与える。竜巻の発生が、 特に多いのは北アメリカ大陸であるが、それ以外の世界各地でも発生している。こうした低気圧は海にも影響を及ぼし、気圧低下による海面の水揚げによって、高潮を引き起こす。海水面が高くなる高潮と異なり、高波はその名の通り波が高くなることで、低気圧による強風によって発生する。高潮や高波、副振動は、堤防や港湾の破壊。 浸食、浸水、船の座礁を引き起こす。また、海水と風が吹きつけることによる、農作物や植物への塩害も発生する。砂漠の強風は砂塵を伴った砂嵐を発生させ、黄砂などのように遠方にまで砂を降下させる。その他なだれ雪による災害は、雪害と総称され、吹雪、地吹雪による、指定障害や積雪による、交通の支障、落雪、 雪の重みによる建造物や物品の損壊、雪崩などが含まれる。多量の降雪、積雪は降雪と呼ばれ、交通途絶などによる多額の被害が発生する。また、過冷却状態にある雨水が地面や樹木などに衝突するとその衝撃によって雨表が形成されるが、これも交通や電力網に大きな被害を及ぼす。 冬から春にかけて農作物が凍結したり霜が降りたりすることを闘争害と呼ぶ。公表は建物の破損や農産物への被害をもたらすほか大きな氷が人体に直撃した場合死ぬことも珍しくない。雷は落雷による直接の死、構造物の破損や火災のほか主に送電施設への電撃、誘導雷による電気的被害をもたらす。 気温や降水が例年に比べ著しく異常を示すことも災害の一つである。異常高温は熱波や猛暑と呼ばれ、下気中心に発生し、熱中症などを引き起こす。陶器の異常高温は暖冬と呼ばれ、スキー場など降雪の必要な産業に大きな被害を与える。異常低温が陶器に起こった場合は、減冬となり、低体温症が発生しやすくなるほか、 蒸気の雪害が発生しやすくなる。下器の異常低温は、冷下と呼ばれ、冷害を引き起こして、主に農作物の生育不良をもたらす。洪水が異常に多い場合は、蒸気のように洪水を引き起こすが、異常消耗の場合は、干ばつとなり、水不足による生活、産業への被害や生態系への影響をもたらす。冷害や干ばつは、農作物の収量を激減させ、 歴史上しばしば基金の引き金となってきた。異常乾燥や落雷によって山火事が発生すると生態系や人命、産業に大きな被害を与える。山火事は出順な日本でも平成26年を平成30年の5年平均で年間約1300件ほど発生しており、世界中で発生しているが、中でもカリフォルニアやオーストラリアといった 乾燥の激しい地域では多く発生する。山火事は長期化することもあり、2019年9月に発生したオーストラリア森林火災は2020年2月に起きた豪雨によって消し止められるまで半年にわたって燃え続けた。鳥インフルエンザウイルス生物災害としては、生物の異常発生による様々な被害が挙げられる。中でも、 トノサマバッタや砂漠飛びバッタといった一部のバッタ類がアイヘニーを起こし大発生すると数千億匹を超えるような大群となり時には数千キロメートル以上の距離を移動してその地域の総本性のものすべてを食べ尽くしてしまう。これは公害と呼ばれ農業や経済に巨大な被害を与える。また薬病の発生による被害も生物に禁する自然災害と受け止められる。 ペストやマシン、結核などは歴史的にも幾度となく流行期を引き起こしてきた。またスペイン風邪や新型コロナウイルスなどもウイルスによる薬病の流行である。厳密には現時点ではウイルスは生物ではなく被災防災生物あるいは生物学的存在とみなされているが耳ウイルスなどの細菌との類似性のあるウイルスや レトロウイルスとトランスポーゾンの類似性の指摘もあり、ウイルスと生物のボーダーは非常に曖昧であり、またウイルスそのものは人為的分類である可能性が高い。また発症による社会への影響度も含め、生物による自然災害とみなされる。地球温暖化に伴い、日本近海における海水温の上昇や気候変動などを経て、 かの媒介とするウイルスや研虫による疾患も危惧されている。隕石の衝撃波で壁と屋根の一部が破壊された亜ン工場。2013年、ロシアチェリアビンスク州。太陽フレアによる磁気嵐が地球を襲う想像図。電子機器やコンピュータシステムが障害を起こし社会に損害を与えることが懸念される。天文現象による自然災害としては、小天体の落下。 衝突がまず挙げられる。巨大隕石が衝突すると、小天体の大気中通過時や分解時に衝撃波が発生し、落下時には巨大な隕石孔やクレーターができる。この衝撃によって、大量のゴミの巻き上げや、それによる太陽光の遮断と気候の急変が起き、いわゆる隕石の冬がもたらされるほか、海に落ちた場合には、津波も発生する。例としては、 6600万年前の白亜紀には巨大隕石の衝突によって寒冷化が起き恐竜の絶滅が起きたとの説が有力である。このほか太陽面での爆発の強力なものはコロナ質量放出や太陽嵐を引き起こしこれにより放出される電磁波粒子線太陽エネルギー粒子線によって宇宙滞在者への影響が懸念されるほか通信障害や 磁気嵐も発生する。多くの災害時に発生する事象として、インフラストラクチャーライフラインの寸断、故障が挙げられる。物理的に破壊されることにより寸断されるほか、制御系統の不具合や停電による停止などが起こる。また、災害時には供給の確保や重要用途優先を、理由として意図的に制限が行われることがある。自然災害を予防し、 また起きてしまった災害に応急的な対策を取るために様々な防災対策が行われている。例えば洪水対策としては上流のダムや河川の堤防によって増水した水を稼働内に封じ込め速やかに海へと流し去ることが基本的な方針となる。土砂災害の予防としては危険性の高い地域の開発をあらかじめ禁じておくことや 砂防ダムの建設などが挙げられる。重大な自然災害の発生が予測される場合、いくつかの国では政府が警報を発表し、警戒を促す。日本ではこの業務は気象庁が担当しており、警戒水準によって注意報、警報、特別警報の3段階が存在する。かつては注意報と警報のみであったが、2013年8月30日から、 特に重大な災害の発生が予測される場合には、特別警報が発表されることとなった。また、災害に注意を呼びかける下注意報のように、注意報のみで警報の存在しないものもある。また、地震の予測は原則として不可能であるが、地震発生時の P 波と S 波の到達速度、それに各地の地震計から発せられる電波のタイムラグを利用して、 日本では緊急地震速報のシステムが整備され、主要道が到達するより、わずかに早く人々に警報を発することができるようになった。このほか、自然災害によって予測される被害とその範囲を地図化したハザードマップも地震や洪水、土砂崩れなどの各種災害に対応したものが作成されている。ドイツのミュンヘン再保険者の年次報告によれば、2010年の 自然災害による死者は約29万5千人、経済的損失額は1300億ドルとの推計を行っている。これは1980年以降5から6番目に悪い数字であるという。1900年から2006年までの統計では死者1000人以上の巨大自然災害は地震が127件、気象災害が82件、火山災害が15件、 地滑りが14件、雪害が2件、風害3件となっている。自然災害による死者数は様々な防災対策の施行によって減少傾向にある一方で人口増加や移動によって居住不適地への居住者が増加し被災者数のそのものの増加を招いている。自然災害が起きた場合、先進国においては事前の防災対策によって被害が少なく済み、 その復旧の過程で災害時に発覚した新たな問題点に対応する形で新たな防災対策が行われるといった動きが起きるために自然災害への対応力は上昇し続け被害が減少する傾向があるのに対し発展途上国で災害が起きた場合防災対策が不十分なため被害が拡大し被害の大きさと復旧の遅れによって新たな防災対策も不十分なものとなり そして新たに災害が起きて被害がさらに拡大するといった負の動きが起きる傾向がある。こうしたことから自然災害の死者数は発展途上国の方が圧倒的に多い。自然災害時の支援に関してジュネーブ条約による国際赤十字赤新月号運動があり、さらに障害者権利条約第11条は締結国は 国際人道法や国際人権法も含めた国際法の義務に従い、武力紛争や人道的緊急事態ならびに自然災害発生の際も含めた災害時の障害者の救出と保護のためにあらゆる必要な措置を講じることを定めている。さらに1991年12月の国際連合総会決議によって自然災害や紛争などの人道危機への対処と 調整を行う国連機関として、国際連合人道問題調整事務所が設置された。文明の成立当初から、自然災害は社会に大きな打撃を与えるものであり、様々な影響を及ぼしてきた。メソポタミア文明においては、ティグリス川とユーフラテス川の洪水がしばしば大きな被害をもたらしたが、これは予測がつかず急に発生するものであり、大洪水の神話を生み出すこととなった。 こうした洪水神話は世界各地に広く分布している。日本においては災害が発生した際に改元を行うことが干ばつと薬病による923年の演技から延長への改元を皮切りに広く行われるようになり、明治政府が一世一元の性を定めて天皇一代につき一元号とするまで続いた。ありがとうございます。